はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？そうです、この箱はローリング砂敷オーダーグラブ北織様。お待たせいたしました。できましたよ。 4,5,6 だから3ヶ月。公式はね、公式のラインはまだ早くできるんだけど、なんか軟式のラインがね詰まってるらしいです。申し訳ございません。他のねお待ちのお客様にもコメントをおかけしておりますが、よろしくお願いいたします。それではどうぞ。はい、じゃあやっていきたいと思いますね。早速中の方検討の作業入っていきたいと思います。電話かかってきちゃったよ、いいとこなのにね。ちょっと待ってくださいね。はい、シャラスポーツです。はい、ということで進めていきたいと思います。北織様ね、 GRSOGHH 軟式の CK4 右投げでご希望でございます。ほら、なんといっても今回のテーマはこのクロコダイルのレザー、親指からストラップにかけて、それからこのシングルポストの真ん中だけっていうね。いいんじゃないですか。遠目に見たらね、あれっていう感じだけど、近くで見ると、お、なんか違うんじゃないのみたいなね。で、このポテンシャル的にはすごいね、メジャーっぽいんだけど、この雰囲気全体としては和洋折衷的な感じの仕上がりでいいんじゃないかなというふうに思いますね。ウェブスタイルはシングルポストね、こちらさ今見ましたけど、チェックしていきますよ。シングルポストの SPL だから、ここに結び目のあるやつだね。うん、で、SPL の場合はここの、ウェブ下が爪のレースになります。ちょっと硬くなりますね。うん、それから指カバー指当ては不要ね。それから衝撃干渉剤も不要でございますね。あっさり、あ、ちょっと見えないかな、ちょっと下げまして、あっさりね、いい感じではないかなというふうに思っておりますけれども、それから土手レースは CK4 そのままに順閉じ、これは賢明な判断ではないでしょうか。それからラベルは日本サイズですね。はい、で、ブラックゴールド。この全体のカラーにコーディネートして、特にブラックのところに入ってますから、これはこれでこれかっこいいんじゃないですか？はい。で、HOH の基本は補給面、スカーレット。赤じゃないです。スカーレットでございますね。平裏も友川のスカーレット。これも目立ちますね。うん。で、レースカラーが今も見ていただいてますが、ホワイト。ブラック、ホワイト、レッド。これ定番のカラーですが、新しい感じのデザインに、パターンに仕上がっております。色の組み合わせは普通だけど、なんかこれかっこいいぞっていうね、感じかなというふうに思いますけどね。それから、ハミは、じゃじゃーん、ウェルティング、ロールドウェルティング、玉ハミ、ゴールド。ね、メタリックレザーでございますね。それから、ヘリ側。こちらも同じくバインディングゴールド、ブラックゴールド、いいですね。うん、かっこいいんじゃないですか。それからヌイートカラーはレースに合わせてホワイト、これもねキラッと目立つんですよね。面白いです。それからオプションになりますけれども、バンドウラムートンじゃなくてドライフォームね。ウィソンはエアフロー、ローリンスはドライフォーム。何回も言うなっていうことですけど、私自分で暗記するために今言ってます。はい。それから刻印は焼き印ね、渋いです。まあこれが一番ねスタンダードになってきますけれどもね。そっから和洋折衷の和のところ、親指付け根のサークル R ではなくて、これは黒台にライトゴールドの龍という字ですね。こちらをご希望でございますね。それから、人差し指部のローリングスの刺繍はこれそのままですけれども、
これもライトゴールドでということになります。あとですね、小指部にこれもオプションですけれども不当不屈の刺繍ということですね。うわー、なんか強そうだな。じゃあちょっと失礼して、漢字はそうですね、 CK4 ですね。あの CK4、まあ、国内向けのローリングスさんのあのナイス定番型ですから、指はタイトですね、タイトに入ってございます。で、親指部はストリームドサムの2本掛けのサムループ、うん、で、なんといってもこのほら、じゃじゃーん、黒子がポイントで入ってますね。こんな感じでございますけれども、いかがでしたでしょうかね。今回は検品こんな感じで終了でございます。CK4 パターンね、11と2分の1インチザマークオブアプロね、かっこいいです。ありがとうございました。